今ね、まあ、こちらの第3回前橋アジサイフェスティバル6月2日からね始まって7月の8日までです。もうねぼちぼち終わろうとしてますけどね。まあ私がね注目しているのはですね、こっちのアジサイ花写真コンテスト、30日締め切りですよ。こういった感じね。今日はね、まあ、こういったパンフレットのね、アジサイが咲いているゾーン、まあ、こういったゾーンを歩いてですね、まあ写真をパチパチと、まあ、撮ってですね、まあいいものがあったら、まあ、こちらのコンテストにですね、まあ、応募してしまおうかなと。まあそんなわけなんです。まあインスタグラム部門っていうのもあるんですよ。いやでも難しそうで私には分かりませんね。インスタグラムって言われてもね。このね、まあ、前橋アジサイフェスティバルのね、まあ、スタンプラリーのお店なんです。まあ、上にね、6月の休業日っていうことで、まあ、今日はね、6月の27日水曜日です。うん。こんなわけでね、まあ、こういったアジサイ。先ほどはそちらのお肉屋さん、まあ、こういった場所、まあ、広瀬川ですよ。ね、弁天通り商店街のまあ北側の出口かな。こういった、ほんと川幅が広くて広瀬川も水の量が多いね。まあ今の季節だから特にそうだと思いますけどね。あそこはね少し、まあ、段差があるんですね。まあここからね本格的なアジサイゾーンです。じゃあ撮っていきますよ。橋がそこです。まあ、こういったねモニュメント、うん、これはアナベルでしょうかね、まあ、白いアジサイ。まあ、外国でね、まあ、アジサイというとアナベルをね皆さん、うん、まあ、群馬県らしいですね。埴輪、馬の埴輪。あーこのアングルどうでしょうかね。ちょっと撮影しますね。ではこちらでねちょっと撮影のメイキング映像を撮りますね。よし、まあ、少しね休憩していますよ。
まあ、今来たのはね、まあ、ここの弁天通り商店街のここのところをこう来てます。そして今いるのはここの場所ですね。こっちへ折れる道があるんですね。方向が広瀬川方向。ここにね、面白い一角っていうか、まあアーケード街なんですけど、どんりゅう仲見世なんですよ、うん、あ、ここもアジサイフェスティバルのお店になってますね。じゃあ撮影しないといけませんね。こちらはヤギカフェさんかな。これね、前橋アジサイフェスティバルガイドマップです。まあ今はね、もう八幡宮に来てるんですけど、まあ大変ですね。